こんにちは、マスローです。明けましておめでとうございます。ちょっと投稿がいつになるかわかんないですけども、昔のポケカを集めるたび、その15ですね。今回はちょくちょく集めていたキラシリーズになります。まとめ売りとかアストレージ漁ったりとかして、ちょくちょく集めて貯めていたキラのカードですね。それを見ていきます。レジギガス X、 これシズロー先生ですね。 PTR、 これなんかスターターのデッキですかね。これね、ルノワール、これ金綱健人先生ですね。これ PTM、 これもスターター系のカードなのかな。 B クイーン、これ四天王の4ですからね。これね、量がありますね、この四天王の。これ斉藤幸喜先生ですね。これもスターターですかね。ライチュウ、これ伊藤大輔先生ですね。 CG チックなライチュウ、これも何かのスターター系のボックスのカードでしょうね。これね、ヒードラン、これ杉森健先生ですね。 PTR って書いてますね。トリトドン、これ加納和之先生ですね。これも CG 系です。やっぱりあのキューラ系のこの水玉フォローがやっぱ落ち着きますね、これね。クレセリア、あ、これ上田亮先生ですね。これ DP4、 これようやくパックのレアカードですね、これね。わー、綺麗ですね、月を背景にしてね。キラカードってやっぱりね、あのイラストはやっぱちょっと分かりにくくなってしまうので、どうしても紹介しづらいんですよね。でもそのキラの感じも計算してイラスト描かれてるから、それはそれで楽しめるんですけど、上田亮先生は今レベルボールとかポケモンの道具の CG 系とかのイラスト描かれてる先生ですね。あ、ロトム、これも伊藤大輔先生ですね。 DP4 って書いてますね。あ、シンプルですね、この雷が背景にね。あ、いいですね。やっぱりキラカードってやっぱシンプルな背景が映えますね、やっぱりね。ドンカラス、これ加納和之先生ですね。これ DP2 と、キラカードってあのイラストレーター結構統一されてたりとかするので、紹介も単調になってしまうかもしれないですけど、福林、あ、これ有田光弘先生ですね。あ、これは奇跡の結晶のマークですね。 PCG シリーズかな。で、周りにこの奇跡の結晶がこうありますね。まとめるかのカードは結構ボロボロなんですよね。バルキア、お、これめっちゃかっこいいですね。これ伊藤大輔先生ですね。 DP3、 やっぱね、背景分かりにくいですよね、やっぱりね、キラカードになるとね。これもなんか森がね、なんか背景に書かれてるっぽいんですけどね、分かりにくいですね。特に画面越しだと余計分からないですね。やっぱりキラカードは直接目で見るに限りますね、やっぱりね。アリフィア、これめちゃくちゃ可愛いですね。福田正和先生ですね。月光がスターとか、そのスターポケモンとか書かれてる先生ですけど、可愛いリフィアですね、これね。これは PTR って書いてますね。これもなんかあのボックス系のやつかな。レックザ C、 これ C って多分チャンピオンの C ですね、これね。かっこいいレックザですね。川陽先生ですね。川陽先生 PT シリーズもうすでに書かれてるんですね。劇画チックなね、かっこいいレックザですね、これね。ドダイトス X、 これはシズロー先生ですね。これプロモですね、何かのね。迫力のあるドライトスですね。この時期の X とかそういう系のカードってシズロー先生が目に書かれてるっぽいですね。ガブリアス X、 あ、これは上田亮先生ですね。 DPP ってか、あ、これもプロモですね、何かのね。イメグマ、これ可愛いですね。これ杉森健先生ですね。発売記念カードって書いてますね。なんかこういう金字のね、このこういう印刷、なんかすごく特別感あっていいですよね、これね。いいね、これ。これ、ワニの子とか、あの、メリープとか、他のやつらもいるんです。これ、レジェンドシリーズの続版ですね。悪いバングラス。これは、スターターかなんかボックスのカードですけど、この悪いバングラス、なんかキラキラしてるね。悪いバングラス、キラだったんですかね。なんかこう、薄い、全体的にラメが入ってますね、ラメが。悪いバングラスは、小泉京子先生ですね。チャレム EX。これ、小池光先生。なんか不思議な背景ですね。レジギガス、フロンティアブレーンですね。これ長沢慎先生ですね。月光が V ユニオンとか書かれてる先生ですけど、これ迫力のあるレジギガスですね、これね。シェイミ、お、これ可愛いですね、このシェイミ。これ西田敦子先生ですね。 PT1 って書いてますね。多分プラチナシリーズのレアカードなんでね。やっぱり綺麗ですね。西田先生のふわっと系のこう優しいイラストが特徴なんですけど、この虹色のやっぱキラカードってキラ用にイラスト描かれるんで特殊な背景だったりするんですけど、これ虹のこう夕日と虹が相まってすごく綺麗なカードですね、これね。ただ画面越しだとやっぱ分かりにくいのが残念ですね。カメックス、これ伊藤大輔先生ですね。このウォッシュロトム、これ PT2。 あら、これノーマルですね。ノーマルだけどキラキラしてますね。これ色違いとかではないかな。なんかこの時期のこういうノーマルになんか色違い混じってて全面が綺麗になってるカードが確かあったような気がするんですよね。知野弘樹先生ですね。いいですね、これね。ピカチュウ、デルタ種ピカチュウ、これ別キラじゃないですね。プロモ、明治プロモですね。これ上田亮先生ですね。あ、 CG チックなピカチュウですね。これもピカチュウだな。これは原田緑先生ですね。あ、原田緑先生のこの系統のイラストでなんかあのミミロップとか他のコラとつながってるイラストのカードですね、これ多分ね。何のカードだったかな、これね。あ、ポッチャマ、これ木村直代先生ですね。あ、
水彩画調の美しいイラストの特徴の先生ですけど、このポッチャマも他の彦猿とかとつながってたと思いますね。確かヤドラン、あ、これ森ゆか先生ですね。あ、このマークは何なんだっけな。これ伝説の秘書のカードですね。あ、これ分かりにくいけど、これもキラですね、ちゃんとね。あ、リザードン、姫野影丸先生ですね。姫野先生のリザードン、あー、これ迫力ありますね、やっぱりね。これを PT シリーズですね。 PT4 マイナン、これもこれキラじゃないけどレアカードですね。 DP3、 これ繋がってるのかな。あ、メガニウムデルタシュ、これは最果ての工房のマークかな、これはな。木月澄雄先生ですね。あ、木月先生、ちょっと太線イラストの今でいう鶴田沙耶先生系のイラスト調に近いですね。近いですけど、リアル調のイラストもあったりとか、すごくイラストの幅の広い先生なんですよね。デルタシュメガニウムは塔タイプのオーラをこうまとってるんですよね。塔タイプだけど弱点は炎で、水に抵抗力があるという、まあ、電気に強いんだよね。アコヒコザル、これがね、これ木村直代先生ですけど、こう繋がってるんですよね、これね。多分この辺にナイトルがいるんですよ、この辺に。いいですね、木村先生のイラスト。ダクライ、これは福田正和先生ですね。この背景のこのなんか煙、ピンク色の煙の怪しい感じがすごく綺麗なダクライですね。雪目の子、これ西田敦子先生ですね。あ、ふわっと系の優しいイラストですね。ジムリーダー GL って書いてますね。ジバコイル、これ中岡先生ですね。あ、これはなんか前紹介した気がするな。これすごい波模様がすごい複雑でね、綺麗なイラストなんですよ、これ。フィオネ、これ伊藤大輔先生ですね。あ、深い深淵の中にいるフィオネですね。この水のね、分かりにくいんですけどね、この水の背景がこう、まあ、いかんせんやっぱキラ分かりにくいね。すごくいいんですけどね。ロズレード、ジムリーダー、これナタネですね。エオカナコ先生ですね。都線イラストね、今でいう鶴田沙耶先生系のイラストで、すごく可愛らしいイラストが特徴の先生なんですよね。あ、こういう風な仕組みになってんだね、ロズレードって。あれ持ってるのは花束じゃなかったのね。レントラ、これ斎藤幸喜先生ですね。公式キッチックなこう安定感のイラストが特徴の先生ですね。樹海院、で福田正和先生ですね。樹海院って木の上に立つこと、立ってるイラストが結構多いですよね。青井茂、これメガニウム、キューラのメガニウムと同じ効果ですね。これ草1個分がエネルギー2個分になるっていうね。ハピナス EX、 これ上田良先生ですね。 CG 系のイラストを描かれてる先生ですけど、どうしてもねキラカードって背景がシンプルになってしまいがちではあるんですけどね。これは金の空銀の空のカードですかね。 PCG シリーズですね、確か。アボーマンダデルタシュ、うわー、これかっこいいですね。これも上田良先生ですね。あ、なんか CG のこの牧場チックなとこにいますね。なんか炎をまとってますね。これ炎と鋼タイプみたいですね。これホロンの研究棟とかそういう感じのパックだと思いますけど。あ、ポリゴン ZX、 これ何かのプロモですね。ポケパワー2つある。フライゴン EX、 あ、これ有田光弘先生ですね。有田先生だけど珍しいですね。この CG 系のイラストになってますね、有田先生。これは何のカードだ、これ。ちょっとこのマークわかんないですね。108-75、珍しいですね、 CG 系のイラスト。トゲチックデルタシュ、トゲチックだけど水系のね色してますね。これ斎藤幸喜先生ですね。このデルタ系のイラストは打って変わってポケモンがキラキラしてますね。ポケモンがキラキラして、ポケモンとこの周りの枠がキラキラして、背景は全然キラキラしてないですね、ホロン系のカードは。そうなの。あ、ボーマンダもそうですね。各段によってこうキラの彩色のこだわりとかいろいろ違ってたりとかして、それもそれで面白いですよね。エンペルト X、 これシズロー先生ですね。これプロモカードですね。ナッシ、これ小宮智和先生ですね。あ、迫力のあるナッシですね。この踏みつけようとしてますね。悪そうな顔してますね、このね二人と。このこいつが一番悪い顔してるな。伝説の秘書のカードですね。おお、これかっこいいリビアですね。これ斎藤幸喜先生ですね。葉っぱカッターみたいな、この葉っぱのイラストがすごく綺麗ですね。ロトム、スピンロトム、これダイヤなんですよね。リアリティがでもキラキラしてますね、これ。これ藤原元文先生ですね。これビリ玉、あ、これ色違いのビリ玉ですね。金綱健人先生ですね。このマークなんだろうな、このマークなんだ、これ。でもダイヤモンドパール、2008年だからダイヤモンドパールか、まあ、PT シリーズ、プラチナ PT シリーズか、その辺あたりだと思うんですけど、多分ポニータの色違いとかもありますよね、こういうのね。あ、ピカ、これレジェンドシリーズですね。ノーマル、マッチ先生ですね。ギラティナ、あ、これ有田光弘先生ですね。あ、これは CG じゃないですね。この背景のこの複雑なこの夢の空間にいるような怪しいギラティナですね。あ、これメタモール、メタモン、これめちゃくちゃいいですよね、この森優香先生のね。これ全部集めたいんですけどね。明治シリーズプロモカードですね、これ全部の。メタモンだけど
ピカチュウの姿だったりとか、ゼニガメの姿だったりとかするカードなんですよ、これ。ライチュウ。これ、姫の影丸先生ですね。これ、ちょっと CG チックなライチュウですね。これも、これなんか鼻のマークが。ついてますね。これカラフルなレジギガスですね。これ上田亮先生ですね。この背景のこのなんか虹色のオーロラの背景がまたこう綺麗ですね。ちょっとわかりにくいね。キラカードはこう見てて楽しいんだけど、この装飾とかがこう画面越しにすごくわかりにくいんですよね。もう紹介しづらい。ドーミラ。これ斉藤幸喜先生ですね。滝のとこにいるのかな。ラグラージ。これ姫の影丸先生ですね。チージチクな。綺麗なラグラージですね。バシャーモ。これ藤原元文先生ですね。あ、これ太線イラストのすごい迫力のあるバシャーモですね。トゲキス。これ金綱健人先生ですね。あ、この背景のこのなんか森と湖がすごく綺麗なトゲキスですね。シェイミックス。これシズロー先生ですね。あ、シズロー先生。これがね、今、次スターバースでこう出ますけど、スターバースのイラストもこんな感じでこう、枠からちょっと飛び出そうな感じの構図になってますよね。多分この辺のね、X のオマージュみたいな感じなんでしょうね。ジバコイル。これ福田正和先生ですね。綺麗だけど、わかる。あ、渦巻きがある。なんか渦巻きのキラってちょっと得した感じがありますよね。キューラホロでも。なんかすごくなんかいいですよね。渦巻きキラ。うん、綺麗ですね。この、やっぱ森の書き込みとかすごく綺麗なんですけどね。やっぱりキラで少しわかりにくいけど、いいですね。キラはキラで、こう、渦巻きキラとかなんか、カードによってその顔が違ったりとかすると、それはそれで面白いですもんね。ノクタス EX。これ小池光先生ですね。レジギガス X。これもシズロー先生ですね。さっき見たのとちょっと似てるけど、ブーバーン。これ伊藤博樹先生ですね。なんかこの、二つのこの、ここになんかこうね、この闇の渦がこう、待ってて、これ、また綺麗なエフェクトですね、これね。銅鐸。これも伊藤大輔先生ですね。CG 系のね、綺麗なイラストですね。デボース。これ斉藤幸喜先生ですね。木の上で休んでる。デボース。ネオラント。あ、ネオラントね。これ有田光弘先生ですね。あ、この時期は有田先生は CG 系のイラストがメインなのかな。多分どっちも使ってるんでしょうね。DP2。綺麗ですね、イラスト。ダーテング。福田正和先生ですね。福田正和先生って、テングッパーのダーテングも描かれてるんですよね。ムーンマーチ。武田美希子先生ですね。こう月、うっすらとこう月が小さいけど見えてますね。で森がね、わかりにくいけど映ってるんですよね。これ中岡先生ですね。この水のシャボン玉みたいなエフェクトがすごく綺麗ですね。エレキブル。これも中岡先生ですね。やっぱりキラ系のカードでどうしてもこうエフェクトチックなイラストになってしまう。まあ、ポケモンが主役なんですけど、背景がね、どうしてもね、表現しづらいですよね。マナフィ。これも中岡先生ですね。ただそのキラをうまく利用して、この背景のこの色の違いとか表して、キラを よりこう際立たせるような表現の方法をしてますよね。これ上田亮先生ですね。水、悪の音って水、海の中にいるんですね。エルレード。これ伊藤大輔先生ですね。ルンバッパ。これ、あ、これ有田光弘先生ですね。これ一瞬小宮智和先生かと思いましたね。このちょっと激しめなね、このルンバッパ。楽しそうなルンバッパですね。この周りのこのなんかこうトロピカルなこの花がすごく綺麗ですね、これね。フライゴン。これ伊藤大輔先生ですね。ハピナス。あ、これ、めちゃくちゃ綺麗だな。これ、姫の影丸先生ですね。桜の花に定評のある姫の先生ですね。これも桜ですね。桜のイラストといえば、同じぐらいの段で、雪桜の中にいる雪目の子がありましたね。姫の先生のイラスト。メガニウム。これも伊藤大輔先生ですね。これ、上田亮先生ですね。桜。これ、斉藤幸喜先生ですね。これ、一瞬、杉森先生のイラストかと思うようなね、もう公式にかなり忠実なイラストですよね。あ、かっこいいね、これ。これ、有田光弘先生ですね。ああ、レジェンドシリーズ、リバースホロがたまに混じってるみたいなんで、本来はこれ、普通のキラーなんですけど、リバーホロになってますね。で、イラストがすごく見やすくなってますね。あ、で、レジェンドシリーズってやっぱこう、ちょっと日本画風の部分があったりとかするので、こう波の感じとか、やっぱこう、葛飾北斎の風格36系的な、この水しぶきの感じですよね、これね。豪華猿。これも有田光弘先生ですね。カポエラ。これ杉森天先生ですね。杉森先生のイラストは、この背景は杉森先生が自ら作られてるんですかね。マリルリ。これ斉藤幸喜先生ですね。これで攻撃してるんですね、マリルリ。そうなんです。これ森優香先生ですね。レジェンドシリーズ。倍返し。シェイミ。これシズロー先生ですね。PT1 って書いてますね。なんか白い星ですね。トップレア扱いなのかな。サーナイト。これ西田敦子先生ですね。やっぱ美しいですね。花畑にね、こう座り込む。美しいサーナイトですね。これ上田亮先生ですね、ブリッド。
の縁手、これも上田亮先生ですね。これ月を背景にこう飛びかかってる縁手でかっこいいですね。これね、やっぱキラカードと月って相性がすごくいいですよね。これ杉森健先生ね。ポサイドン、これ姫野影丸先生ですね。イーブイ、これ姫野影丸先生ですね。イーブイで、これスターター系のカードなのかな。PTS って書いてますね。スターターの S かな、これ。綺麗なイーブイですね、これね。森の中にいるのかな、枯れなくし。これ原田みどり先生ですね。この背景のこの草がすごい綺麗ですね。クレセリア。あ、これ有田光弘先生ですね。あ、これめちゃくちゃ綺麗なクレセリアですね。有田先生のイラストのこのクレセリアはかなり人気がありそうなイラストですよね。PTR って書いてますね。メガヤンマ、杉森健先生。これ伊藤大輔先生ですね。パルキア X。これ上田亮先生ですね。これも上田亮先生。インペルト X。これシズロー先生。DP1。ディアルガ。これ中岡先生ですね。中。これ森ゆか先生ですね。粘土シリーズ。これはレアじゃないかな。ライチュー。これは伊藤大輔ですね。これ上田亮先生。はい。好きなイラスト5点選ばせていただきました。一つはメタモルメタモンですね。あ、これキラじゃないか。まあでもこれすごく好きですね。森ゆか先生の粘土シリーズなんですけど、全部メタモンの名前なんですよね。メタモルメタモン。ただ、ゼニガメだったり、ピカチュウだったり、それぞれメタモンが変身した姿がね、いるんですよ。いいですよね、これね。次が有田先生、有田光弘先生のクレセリアですね。これ美しいですね。この月を背景にね。どこに向かってるんだろう。で、まあ、こう、なんか、この雲のこの霧が、こう、キラとこう、相まって、天の川の中をこう、泳いでるようなね、すごい幻想的な仕上がりになってますね。やっぱこう、星空系のイラストと、キラカードってすごく相性がいいですよね、これね。で、次、シズロー先生のレジギラス X ですね。多分この時期からこう、枠を飛び出し始めたんじゃないかなと思いますね。確か、ポケモン、カードの枠組みをね、こう飛び出してるんですよね。 X という概念によって。ブーバンですね。伊藤博明先生ですね。このブーバンのね、このやっぱキラってすごく表現難しいと思うんですよ。あのキラカードをイラストにするのって。なので、まあやっぱキラ独特のこう表現の仕方があったりとかするんですけど、これなんかまあ不思議ですよね。このこっちはあの紫色の渦がこうあって、こっちは光のこう渦が、こういうなんか対比してる構図がすごく綺麗ですね。こうちょっと分かりにくい。やっぱりキラカードは生で見るに限りますね。最後が木村直代先生のこの子たちですね。ナエトルも揃えたいですね。多分この左下にナエトルがいるんでしょうね。こう繋がってますもん、こういう風にね。これ確かね、イラストコレクションっていう雑誌に載ってたような気がしますね、この全体絵が。はい、以上になります。やっぱキラカードは見てるだけでワクワクしますよね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら励みになります。また今年もよろしくお願いします。